選手がまあやるべきことをしっかりとこうピッチの上で表現してるなっていうのはすごく感じますね。はい、両チームのスターティングイレブンがFC 東京のキックオフで始まっています。まずは森重のロングフィード、タッチ終わっていきます。これ見るだけでも、まあ田川に言ったそうなんです。それを見事にゴールに結びつけた高萩と田川でもあります。それよくできますね。なるほど、数テンポ遅らせて、アルトゥールシルバキャッチ、イクラ繊細ですよね。数テンポという言い方も含めて、ね、戻したところ、アルトゥールシルバカットしてカウンターに行くか、ディエゴ・オリベイラ中、アダイウトン、強いアダイウトン、イクラ好セーブを見せました。プレッシャーをかける安井、縦につけます。あ、ただ転倒した。安井ボールを持って右に出す古橋、スピードがある、シュートを打つか、かわしてシュートだ、ポスト、まだあります。サンペール、古橋、グランダーのボール、安井だ。いや、素晴らしいゴールですね。西選手がランニング後ろからかけることによって、少し中村選手が左に寄ったスペースにここに出せるんですよね。非常に初瀬サイドチェンジ、古橋が待っています。胸トラップ、前を向いている、シュートだー。さあ、刻々と時が刻まれている前半です。そしてここでホイッスルです。前半は神戸が安井の J1 初ゴールで1点を先制しています。もしれないですけど、まあ、残り10分15分であればという形ですね。まあ、どういった展開になるか、後半、そしてイニエスタの起用があるのかどうかというのも注目ですが、中村拓海、ディエゴ・オリベイラ、ディエゴ・オリベイラ、ディエゴ・オリベイラ、パスを出す、左足のシュートだー。田川2試合連続のゴールで触ったような、まあ、ここもうまかったですね。ここを上げずに、まあ、切り返したところ、はい、でまあ、シュート性の速いクロスですよね。まあ、触ったんだと、この辺りはスペースのあるところですが、ちょうどディエゴ・オリベイラが見るような形ですが、ボールを奪っていいパスを出して、アダイウトン返す、高萩からディエゴ・オリベイラだ。落ち着いてましたね、FC。まあ、このランニングは効きますね。ここも冷静でしたね。そうでしたね。しっかりコース見て、もうここしかないですよね、はい、このコースしか。初瀬に出してイニエスタに預けて、サンペール、サイドチェンジ、西大吾、浮き玉ヘッドだ、最後山口蛍。まあ、それまでゴール前までしっかり行けてますからね、FC東京の方は。そうなんですよね。レアンドロ間で受けて、ね、原が中に入ってくる、クロスするような動きでディエゴ・オリベイラがそのまま打った、レアンドロシュートまで行きました。セスもね、大切ですね。ものすごい勢いで内田が入ってきています。ディエゴ・オリベイラ、時間を使いながら、レアンドロ、ここでシュートだ、イクラ、少しタイミングをずらしましたが、イクラキャッチまで持っていきました。ダンクレー、藤谷、豪家、さらに小川、こういった選手が入っています。ファーサイド、ねじ込みました、ダンクレーの同点ゴール。いやー、すげー、神戸同点。このピンポイントですよね、これがあるんですよね、はい。まあ、ダンクレ選手も非常に高かった、非常にゾーンとゾーンの間にこうね、顔出してうまくタイミング取りました。さあ、ロングボールが出てきた、古橋が行く、林のクリア、ここで長いホイッスルです。